清涼感をあなたに、ペパーミントラジオのお時間です。お相手はペパーミントリーフのひろしとマリとさとしです。よろしくお願いします。本日3月28日は三ツ矢サイダーの日。おーおー、なんていうかいね、サイダーですね。八はダーなんだ。そうです、ね、三ツ矢です。すいません、なんかいきなりすいませんでした。サイダーなら、イボ1でしょ。ちょっとすいません、マリさんの両親につけ込んだ、すいません、変な状態になってしまいました。328ね、はい、三ツ矢ですね。ねえ、まあ、サンフレッチェみたいなもんですね、三ツ矢って言ったらね。あ、三つの矢でね。あ、そうですね、すいません。私はもう謝っちゃう、すいません。いろいろすいません。ちょっとやばい、言葉が出てくる。素晴らしい、ほらほら、素晴らしいスタートを言っていただきまして、ありがとうございます。マリさん、ほんとサトシさん、三ツ矢サイダーというか、あ、サイダー僕は好きですよ。好きですか。お、好きですよ、昔からよく飲んでました。意外とね、売ってないんですよ。いや、売ってますけど、キリンレモンが類似としてあって、そうだね、たまに間違えます。今サイダーって缶なの？いや、ペットボトルですよ。またね、コーラと一緒で、うん、なんかちょっと違いますよね、やっぱり、うん、瓶なのか缶なのかペットボトルなのかで、あー、違う違う、味が違う気がしますよね、うん、あれがだからちょっと残念ですね。本当はサトシさん、お好きなのは、え、その中でこう缶とか瓶とかペットボトルの中でこれっていうのってあります？あ、僕はホットコーヒーの紙のやつが一番好き。どれでもないですね。どれでもない。三ツ矢サイダーの日なんで、もちろん瓶ですよ。あ、見たことないですけど、ありますか？昔はあったんですよ。お風呂屋さんとかに行ったらあるかもよ。お風呂屋さん、お風呂屋さんってお風呂売ってるとこですか？とうとうとかじゃないから。ショールームとかですか？ショールームに売ってるんですか？お風呂屋さんはお風呂屋さん、銭湯、ね、あ、銭湯、おおでもないけど。銭湯に行ったら、ほら、銭湯ってなんかフルーツ牛乳とかあるイメージ、はいはいはい、好きですよ。腰に手を当てて飲むみたいな。あ、そうか、あ、瓶でしょ。確かに三ツ矢サイダーも瓶とかであるんじゃないかな、銭湯だったら。確かに瓶の飲み物って言ったらなんかもうプラッシーとかなんかあったよね。プラッシーとかいうなんかみかんのジュースみたいな瓶、知らないです。なんかあったと思う、多分熊本銭湯だけ。あ、そうなの？え、わかんないです。フナッシーじゃないですか。プラッシープラッシー、うん、そう、プラッシー。へー、でも三ツ矢サイダーもあれどうなのかな、飲んだことないけど。マリさん、三ツ矢サイダー自体は飲んだことあるんですか？あるけど、そもそも私炭酸が苦手なんですよ。前も言ったことあると思うけど、なんかゲップがうまく出せなくて。ゲップがうまく出せなくて。そう、それでなんか炭酸飲んでるとだんだん胸が苦しくなってくる。でもそういう方おられますよね。初めて聞いた。そうなの？ゲップがうまく出せない、うん、だから ああいう炭酸類って結構自分でゲップをちゃんと意識して出さないと溜まってくるじゃないですか。そうですね、自然ななんかあれじゃなくて、まあ、飲み方の問題かもわかんないですけどね。いや、私もあまりゲップ得意じゃない方なんで。初めて聞いた。結構、まあ、サトシ君よくコーラ飲むから。ゲップに得て増えてがあるんですね。ありますって。あるよね、うん、あるよね。ちょっとゲップできるようになったらもう本当二十歳超えてぐらいからですからね。でもわかる、なんかそんなこう意識的にね、だから炭酸飲んだらすぐにお腹がいっぱいになります、ね、あ、それそれそれ、うん、お腹いっぱいというか、多分なんか膨らんどる感じですよね。胃がね。何何。さっき進めますよ。いやいや、もう知らないことがあるなと思って、生きてたら、生きてたら知らないことがまだまだあるなと思って。じゃあ僕はゲップが得意だったんですね。きっとね、だってコーラとか好きじゃないですか。まあ、ゲップなんかしませんけどね、僕は。どうしてるんですか？そういったものは全然しませんけど。ファンタジーの生き物で。僕は空想の生き物で。しませんけど、そういうことは。
すごいな、ちょっと勉強になりました、すいませんでした。サイダーってサイダーだけ飲めますか？あ、いわゆるアイスクリームを乗せてとかですか？とかお酒で割ってとか、お酒を割ってとか。あ、そういうのもあるんですか？え、サイダー炭酸じゃなくて？炭酸じゃなくて、サイダー でもほらちょうど甘みがあるからちょうどいいじゃないですか。サイダー割りとか焼酎とか。あ、リキュール的な扱いですか？そうそうそう。あ、まあ、ありそうですけどね。ね、きっとあるでしょうね、うん、こうだっていろんなそのカルピスのお酒みたいなのがあるような時代ですから。サイダーのお酒もあって、カルピス、サイダー、うん、サイダーで割るの、なんかすっげえ酔いそうですね。うん、甘いからね、うん、うん、あ、僕はこの手の話ついていけないのであのやっていただいて。サイダーとキリンレモンと違いとかあるんですか、飲んだ時。あ、キリンレモンもレモンが入ってますからね。あ、そうなんだ。そうですね、炭酸レモン水。サイダーって何が入ってるんですか？サイダー砂糖、何が入ってるか。砂糖だけじゃないよね、なんかでもほんわかしてるよね、うん、何かほんのり何かの香りが。サイダーですか？サイダーと、あ、そう、ラムネとサイダーはどこが違うんですかね。やっぱりラムネは夢と希望が詰まってますけどサイダーやっぱり大人の、まあ、子供の、 あの夏の思い出とかが入ってます、ね、それがあのほんまりに行ったんですね。ほんまり夏の思い出夏の思い出だと思います。ラムネは夢と希望、夢と希望が入ってます、ね、いやラムネはあのなんかラムネの玉を落とす時がもうほらもう夢と希望がもうほらもう語ってるじゃないですか今。そこがもうクライマックスですよね語ってる語ってる。なんか結構もうほらなんか後始末みたいな感じそうですねどうやって捨てたらいいんだろうって飲む時もねちょっとこう。え、ラムネ飲めますか？あのなんかこうラムネの玉を引っ掛けながら飲むんですよね。引っ掛けながらこのくぼみに。あ、うん、うわ、多分ですけどめちゃめちゃ下手ですねめちゃくちゃ飲みにくいですよね、うん、すっげえあの入ってこんなと思いますビー玉がだって邪魔しますもんね、うんうん、ビー玉をあのくぼみにうまく引っ掛けたらドボ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 って飲めるんですよね。あ、そうなんですか。え、知らなかったの。僕はもうベロで押しなくなる器用ですねあ、ゲットも得意なんで不器用なんで、もうちょっと1回にこう囲って入るビー玉にここまでってやられるのを繰り返すって感じでしたすごいね。邪魔で仕方なかった。そうだろう。私多分最初の時にその飲み方を教わったからもうなんか快適に飲みますよ、開けた後はね。でも開けるとこが一番クライマックスですよね。サイダーの思い出ありますか、よしくん。まあいろいろありますけどでもさっきあのアイスクリームを乗せてよく食べてましたね。ああ、美味しそう。美味しそう。自分家で？お家で？いやいや人家で。で自分家に決まっとるでしょ。その時に乗せた乗せるアイスって何を乗せたの？バニラ、まああのエンゼルカップでした。スーパーカップでした。あ、スーパーカップ。美味しそう。そうとか。はいはいはい。そうってあれ、あれ自体氷かなんか入っててシャクシャカしてるんじゃないですか。もう詳しいですそれをサイダーに乗せると味が薄くなりそうな気がするんですけどどうでもいいやん。ちょっとヒロシさん何とか言ってくださいこのスイーツのこのね、はい、あのスイーツ好きの気持ちがこう、うん、なんかこう理屈でこうねこう論破されるこの感じちょっとなんとかしてもらっていいですか。ちょっと感情の問題ですから。感情のいや甘いもんとね、甘いもんが組み合わさるんですから、うん、それはもう素敵な甘さのハーモニーを醸し出すでしょうよ。甘さのハーモニー、ハーモニーにもメジャーもマイナーもあるんですよ長調短調あるんですよ。深いな、深いとこ行ったな。あるんですか。てか でもあの家でこうねソーダにこうアイスを浮かべて飲まれるサトシさん、うん、めちゃくちゃエレガントですね基本こぼれちゃうんで、うん、吹き出すじゃないですか。うん、うん、そう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 、まあ、だから家じゃないとできませんサトシさんは結構生の仕事口から行くのかな、ストローかな、やっぱりちょっとお行儀がね、ちょっとお行儀が良くない時がちょっとよそでやったら怒られるよそうですねそうですね
では、時間となりましたので、はい、そろそろ曲の方に行きたいと思います。今日は特別で嘘つきな2人のことという曲を聴きながらお別れしたいと思います。この番組は毎週木曜日の夜7時にお送りしております。お相手はペパーミントリーフのヒロシとマリとサトシでした。ありがとうございました。ずっと思っていた特別なあなただったから全て許したぬくもりも優しさも肌の懐かしさも全部全部戸惑いは憧れはやがて過ぎ去り何も考えないでないで張り裂けそうな想いは二人の心繋ぐサイン